2点を追いかける2回裏、日本文理4番の石田バッターボックス、初球カーブでストライク。有吉、有坂2球目投げました、1球目ボール、ワンストライクワンボール。マウンド上は長崎県立青豊高校エース、サウスポーの有坂、176センチ76キロ、サウスポー。3球目を投げました、打ち上げました、ファーストファウルフライ、キャッチャーが出るか、一塁側のベンチの前、キャッチャー伸びをしてボールを取りました、田辺先制のショートゴロ、打点1となるショートゴロを打ちました。キャッチャー2年生の田辺が、今大会では広岡さん、内外野のフライというのが一つポイントになるゲームが非常に多いんですけど、ね、多いですよね。ファールグラウンド難しいんですけども、今はですね、最後の最後でミット伸ばしましたね。そうでしたね、なかなか難しいキャッチングでしたけどね、よく取りました。ワンアウトでバッターは金丸、初球見送りました、変化球ストライク、ワンストライク。2回の表に青豊高校が2点を取っています。ワンストライクから2球目を投げました、インサイドボール、ワンストライクワンボール。追いかける新潟県の日本文理、この回先頭の石田がキャッチャーファールフライでワンダウン。バッター5番サード金丸、ワイエンドワンからの3球目を投げました、アウトコース直球ボール、ワンストライクツーボール。今日はこの日本文理青豊高校の一戦、ワンツーから4球目、直球打ちました、ショートゴロ、ショートは佐々木伸之、ボールを取って一塁送球アウト、ツーアウト。そしてこの後PL 学園と秋田商業の試合が残っています。もうすでに昨日2試合で準決勝進出、岐阜城北と横浜は決まっています。2点追いかける2回裏、日本文理2アウトランナーなし、バッターは6番の海藤、ピッチャーの有坂大、1球投げました、インサイドスライダーストライク、ワンストライク。マウンド上サウスポーの有坂ですが、簡単にフアウトを取って、6番の背番号16、カイドウに2球目、インサイドボール、ワンストライクワンボール。今日の有坂投手ですが、とてもこう落ち着いているように見えるんですが、そうですよね、本当にスナップの使い方がですね、非常にうまいですね。そうですか、はい、ワンストライクワンボールからの3球目を投げました、高めボール浮いた、ワンストライクツーボール。まあ本人も言っていましたが、フォアボールはまあ僕の持ち足なので、もうこれは仕方ないんですと、まあ、割り切ってますよね。はい、ワンツーからの4球目、インサイドボール、ワンスリー。まあむしろばらつきがあるので相手にとってはこう絞りづらいんじゃないですかなんて言ってましたけど、ね、もうその通りですよね。狙い球を絞るのは非常に難しい投手ですね。はい、ワンスリーからの5球目、打ちましたら三遊間ならよった、初安打が出ました、日本文理。ツーアウトから6番に入っているライト海藤のヒット、ツーアウトからですがランナーを出しました。まあ2点を追いかける日本文理高校2回裏の攻撃ですが、こういう風にランナーを出していくことは大切ですよね。そうですね、できる限り早い目にですね、反撃したいですね。そうですね、ツーアウトからランナーを出して7番のファースト投手、アウトコース低め、ボール、ノーストライク、ワンボール。日本文理高校は本所という姓の選手が1番の大輔と、今バッターボックスの雄一、それから田沢姓の選手が2番打ちます田沢優太、この後打ちます8番の田沢孝則、2人ずつおります。ボール1から2球目、第2球を投げました、打ちました、今度は1塁間ライナー破りました、ライトがヒット、ツーアウトから連打、ツーアウト1塁2塁。青豊高校の有坂投手からは非常にこうヒットが打ちづらいピッチャーというんでしょうかね。そうなんです。しかしですね、今左ピッチャー対左バッターですけどね、うまくですね、体逃げずにですね、打ちましたですよね。見事なバッティングですね。はい、何しろ岡山東商戦では6イニングでヒット2本、東海大相模戦では14イニング投げて4安打だけ。その有坂投手から連打、第1球投げました、高め、ボール、ノーストライク、ワンボール。8番のキャッチャー田沢孝則、バッターボックス。さあここは畳みかけて攻めたい日本文理、ツーアウト1塁2塁。初球ボールからサウスポーの有坂、第2球を投げました、変化球打ちました、ファルボール、バックネットの高いところ、ワンストライク、ワンボール。ここはツーアウトからではありますが、広岡さん、こう日本としてはいいチャンスになってきた。そうなんですよね、日本ともですね、本当にいいヒットをですね続けてますのでね、なんとかしぶとく次へつなぎたいですね。そうですね、
次の球高めボールワンツー。さあただボールにばらつきがあります。有迫そのあたり日本分離ベテラン大井監督はどう見極められるか、これが一つのポイントだろうと話していました。マウンド上はサウスポーの好投手有迫。ワンストライクボールからの4球目、ランナー2人連打で出しています。8番の田澤赤鳥に次の球打ちました。三遊間のショート追いついたボールを取ってセカンドへ投げる一塁ランナーホースアウト。ランナー2人3塁。2回の裏日本分離無得点、2回を終了しました。2対0長崎の清峰高校がリードしています。